ガスモチンもサプリドは代表的な胃腸薬であり、胃腸管神経に働いて、胃腸の運動を活発にし、吐き気、嘔吐、食欲不振、傍慢感、胸焼けなどの症状を改善する。クエムサンジオがガスモチンの商品名で大日本住友製薬より1998年に発売され、現在では高発医薬品も複数発売されている。 いや、十二指腸に存在するセロトニン 5HT4、受容体を刺激して、アセチルコリンの有利を増大させ、アセチルコリンの作用により、消化管運動促進作用及び、胃排出促進作用を示す。ごく一般的に処方される、胃腸薬である。2006年に、日本初の大規模臨床比較試験により、機能性胃腸症の治療には、 消化管運動機能不活薬の投薬の方が、慢性胃炎治療薬のテプレノンよりも有効であることが判明した。機能性胃腸症は元来、精神的な影響がかなり大きいと言われるが、この場合、他の治療薬では効果がない場合が多い。しかし、東北大学教授で、東北大学病院総合診療部部長の本郷、道夫による専任人を対象とした調査。 試験により、投薬が高い効果を上げることが判明した。モサプリドを服用した患者は91%が、症状が良くなったと効果を認め、これに対し、胃粘膜保護薬では52%で、偽薬と同じ程度の効果しかなかった。しかし、現在は機能性胃腸症は、保険適応とはなっていないため、慢性胃炎という病名で治療、投薬が行われている。なお、 エーザイが2006年4月にアセアン諸国を中心としたアジア10カ国を対象とした開発、製造、販売の権利を取得するライセンス契約を大日本住友製薬と締結した。ガスモチンという商品名は胃を意味するガストリックと運動を意味するモティリティを合わせて胃の運動とし、これがガスモチンの名の由来である。副作用は少ないが人によっては 腹痛や下痢が現れることがある。極めて稀だが、重い副作用として、肝機能障害の報告がある。高齢者へは慎重に投与。妊婦へは、投与しない。加藤 S、森へ T、吉田 N、シンセシスバイオロジカルアクティビティーズオブ、メタボライズオブモスプリド、A ニューガストロープロキネティックエージェント、ケミカルファーマシューティカル。 ブレティン、1995エープリル43、699から702、消化管運動調整薬第3回調査、モサプリドが、首位キープもシェアを落とす。第2位は、メトクロプラミド。第3位は、ドンペリドン大日本住友製薬公式サイト、ガスモチン開発費は、ありがとうございます。